メッテ・フレデリクセンは、デンマークの政治家。首相、デンマーク社会民主党代表。女性として、デンマーク史上2人目の首相及び社民党代表で、かつ災年焼で就任した首相でもある。労働組合職員を経て、2001年の総選挙で、国会議員に初当選。2011年の総選挙を機に発足した、ヘレトーニングイコールシュミット内閣では雇用賞。 の司法省を務めた。2015年の総選挙で、社会民主党が下野し、トーニングイコールシュミットが、党代表を退くと、公認の代表選に立候補し、当選。野党院内総務となった。2019年の総選挙では、社会民主党、ラディケーリ、社会主義人民党、赤力連合、フェロー諸党社会民主党、グリーンランド進歩党からなる左翼。 中道左派連合を引き、国会の過半数を確保。女王マルグレーテ二世から組閣の対面を受け、6月27日に首相に就任した、オールボー出身。父は食事校、母は教師であった。オールボーギムナジウムを経て、オールボー大学で行政学、社会科学を学び、2000年に卒業。デンマークロー同僧同盟に青年コンサルタントとして勤務した。 2001年の総選挙でコッペンハーゲン県から国会議員に立候補し、初当選。社会民主党は、この総選挙で1920年以来維持してきた第1党の座を失い、第2党に転落した。国会議員に当選後、社民党の文化、メディア、男女平等担当のスポークスマンに任命された。2002年には政治に対する熱意と、 勇敢さが評価され、ニーナバング賞を受賞。2012年には、ティング賞も受賞している。2005年の総選挙でも、社会民主党は敗れた。この総選挙の後、フレデリクセンは、社会問題担当のスポークスマンに異動となり、それに加えて、党国会議員団の副団長にも就任した。社会民主党は2007年の総選挙でさらにに、議席を減らしたが、 フレデリクセン自身は27,707票という全当選者中7位の得票数で再選された。2010年5月、フレデリクセンを含む社会民主党の複数の有力な議員が子供を私立学校に通わせていたことが発覚した。同党は公教育の推進を主要な政策課題に掲げていたことから、デンマークのメディアはフレデリクセンらを偽善的と批判した。 例えば2005年、フレデリクセンは子供を私立に通わせている保護者を公然と非難していた。フレデリクセン自身はこれに関して2005年以降、死教育について考え方が変わったと述べた上で、娘の最善の利益を犠牲にして政治家としてのキャリアを優先させることこそ、偽善的だと釈明し、さらなる批判を浴びた。2011年の総選挙を経て、 社会民主党政権が発足すると、フレデリクセンは首相のヘレ・トーニングイコール・シュミットの下で雇用省や司法省を務めた。雇用省在任中は早期退職年金制度やフレックスジョブ制度などの雇用制度改革を指揮した。2015年の総選挙後、フレデリクセンはトーニングイコール・シュミットの後任として社会民主党代表に就任した。この総選挙で、 同党は3議席を増やし国会の第一党に復帰したが政権与党からは外れていた。フレデリクセン代表の下で社会民主党は経済面で左派的な姿勢を強める一方、グローバル化や新自由主義、移民受け入れなどには会議的な立場を取るようになった。2019年の総選挙で社会民主党は議席を1増やした。その一方で 与党のベンスタと自由同盟は過半数を割り込み、首相のラース・ロッケ・ラスムセンは投票日の夜に敗北を認めた。フレデリクセンは6月27日、ラスムセンの公認の首相に指名された。フレデリクセンの新政権は、社会民主党単独の少数与党政権となった。選挙期間中は、外国籍の犯罪者の強制送還など、 ウファポピュリズム的な反移民政策を打ち出していたが、首相就任後はより多くの外国人労働者の入国を認めるなど、立場を変化させている。売春に厳しい姿勢をとることで知られる。アイスランドやノルウェー、スウェーデンにおけるのと同様に、デンマークにおいても売春を禁止するようなが年にわたり、強く主張してきた。2002年には売春禁止に関する公開討論会を開催し、 性的サービスの禁止に努めるとした2009年の社会民主党大会決議にも関わった。また、アメリカ同時多発テロ事件や2015年も欧州難民危機以降、切実な問題となっている移民、難民の大規模な入国については、国民の大多数に悪影響を及ぼすとして、次第に否定的な立場を取るようになっている。21世紀初頭に、 社会民主党が総選挙で低迷したのは、第三の道を施行し、中道主義ないし新自由主義的な経済政策を採用し、無制限のグローバル化を支持した結果だとしている。再現のないグローバル化や移民の大量流入、自由な労働力移動のつけは、仮想階級が払うことになると強く確信するようになっていますと述べている。フレデリクセンが代表を務める社会民主党は、 デンマークに入国した難民から当局が金品を没収できるようにする法案に賛成票を投じたことがある。同法案は国際連合人権理事会で厳しく批判されたほか第二次世界大戦中のナチスドイツ占領地域におけるユダヤ人の扱いに通じるとして広く懸念された。社会民主党はまたブルカやニカブの着用禁止を盛り込んだ法案にも賛成している。 このように融和から抑圧へ難民政策の方針をシフトさせる過程でフレデリクセンは右派のデンマーク国民党を支援するようになった。西欧諸国以外からの移民には帽子の着用を求めているほか難民申請者の北アフリカの難民受け入れセンターへの強制送還や福祉の見返りに移民を強制的に労働させることも主張している。他の社会民主主義政党については 労働者の権利をないがしろにして、グローバル化を推し進めた上、格差を拡大させ、さらには、再現のない移民の流入を認めたことで、有権者の信頼を失ったと批判している。デンマークの司法制度を尊重しないムスリムや、宗教上の理由で就業を拒む女性、ムスリムの女子が、社会に、ガンジガラメにされやすいことなどを引き合いに出して、イスラームが、 移民受け入れの障害になっているとたびたび述べている。クリスタリグッド・ダグブロッド氏のインタビューでは、すべての移民受け入れセンターの閉鎖や、北アフリカへの移民の送還を主張した。こうした発言は、モルテン・エステア号や、クリスティーナ・ナルボナからゼノフォビアとして強く非難された。2019年8月、ドナルド・トランプ大統領が、デンマーク訪問直前、 グリーンランドの購入の意思を示した際には否定的な見解を示した。結果的にトランプ大統領のデンマーク訪問、フレデリクセンとの会談は取りやめとなっている。ありがとうございます。